ホテルモンテエルマーナ仙台は宮城県仙台市青葉区京院にあるホテルモントレ株式会社が運営するチェーンホテル。2005年課京院に複合ビルを2棟建設する再開発事業が承認された。そのうちの一棟にはホテルが入居することが決まっておりホテルリッチフィールド系のホテルが入居する予定であった。しかし2009年にリッチフィールド側が 仙台市内でのホテル競争激化と昨年秋からの不況などを理由にリッチフィールド側が出店を辞退した。そこで仙台での業務拡大を狙う大手のホテルモントレが入居することになった。約600メートル南の位置にはホテルモントレ仙台がすでに展開されていることから当ホテルは従来よりカジュアル路線の新ブランド。 モンテ・エルマーナの第一号館として開業した。デザインモチーフは旧伊達藩とスペインで、慶長18年に仙台藩主伊達政宗が慶長建王施設をスペイン国王フェリペ三3世及びローマ教皇パウロ5世のもとに派遣したことにちなむ。客室は9階から14階、全275室。ホテルフロントは2階に設置。また、 入居するビルは、ソララというので再開発された。ホテルが入居しているビルの3階から8階部分には、TKP が入居し、TKP ガーデンシティ、プレミアム仙台西口を運営している。ありがとうございます。